ちょっと全然キャプチャーできなかったんですけどさ、オープニングのある時なんか人間とモンスターと2つの種族がいましたみたいな感じで、でもなんかある時人間とモンスターは全て消えてしまいましたってブワーってバグって今この場面になってます。え、うわー、ハロー、フラウィーだよ。お花のフラウィーさ、君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。僕一人だったら絶対かなわなかった。君のおかげであいつは死んでくれた。人間の魂も手に入ったしな。はあ、僕はもうずいぶん長いこと空っぽだった。魂が手に入って最高の気分さ。もぞもぞ動いてくすぐったい。あれ、仲間外れで寂しい。でもそれならちょうどよかった。まだ魂は6つしか手に入ってない。だからもう一つ必要なんだ。あと一つ手に入れば僕は神になれる。そして新しく身につけた力でモンスターにも人間にもみんなに思い知らせてやるのさ、この世界の本当の姿をね。前のセーブファイルに戻ろうとしても無駄だよ。あれはもう消しちゃったからね。でも安心して、僕がちゃんと代わりのファイルを用意してあげるから、君が死ぬシーンで上書きしてあげるよ。僕が君の体をズタズタにするところを何度も何度も繰り返し見られるように。え、僕を止められると思ってるの？君は本当にバカだね。おー、やばい。マジか。ここでもう一回ボス戦？うわー、キモ。これはただの悪い夢。永遠に覚めることはない。うわふふふ。僕がそう簡単に満足すると思った？君を一回殺したぐらいでさ。マジで？ちょっと待って。うわー、ずっとやん、ループやん。うわー、マジかー。どうしたらいいんだこれ。なんか戦うみたいなのは一回出てきて、いやー、痛い、無理じゃね。もう、うわー、なんじゃ。
どうやって受けたらいいんだ。やばすぎ。おお、なんか小休止が入るのね、ちょいちょい。方が紫になった。なんだろう。おお。痛い痛い痛い。待って待って。ああ。よしよしよし。堕落、恐怖、破滅、破壊。よしよしよし。囚われ、憎しみ、悲しみ、幸せ、幸福、守り、愛、優しさ。あーちょっとしか回復できん。ちょっと慣れてきた。なんだろう、火。うわっ、避けれない。よしよしよし。あ、これはありがたい。なんだなんだなんだ、やばい、暴れてる。食らってんの。いや、無理や、これ食らってんの。あー、うでしょう。あ、6人の人間の魂。あ、助けてくれた。あ、おっか。お、フラミンの防御力ゼロになった。これは戦う。よし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 
よしよしよし、いけるいけるいけるぞ。避けることに必死だったんだけど、嘘だ、こんなことはありえない。君は、え、本当にバカだね。いやお、本気で思ったの？僕を倒せるって？僕はこの世界の神なんだよ。それに引っかえ、君を滅びる運命、ここで一人寂しく命を散らすのさ。そう、役立たずの仲間たちには君を助けることはできない。どうぞどうぞ呼んでみて。君の声は闇に吸い込まれるだけさ。パパ、ママ、誰か助けて。いくら叫んでも無駄なことさ。助けを呼んだ。無駄かな。しかし誰も来なかった。残念、誰も君が死ぬところを見てくれないなんて。わあ、やられるのかな。お、え、どういうこと。まあいいや、それならロードできません。どうして力が使えない。お、魂が何をする気。おい、やめろ。こんなことは許さないぞ。僕に従え。やめろ。おい、やめろ。おー、しおれてる、この野郎。いやでもここは、いやでもまたやられそうで嫌なんだけど本当に。でも最後までちょっと自分を貫くか。何の真似。僕が反省したとでも思ってるの。ありえないよ。僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。最後に、僕を生かしておいたらまた戻ってくるよ。君を殺すよ。みんなを殺すよ。君の大切な仲間も殺しちゃうよ。どうして、どうして僕に優しくするの。理解できない。何なんだよ、意味がわからないよ。フラウィーは逃げ去った。ああ、最初のとこか。アンダーテイル。ああ、終わったー。
すごいね、なんか全然 BGM がなくてボーンっていう音だけ。結局私はもう平和を選べましたね。トリエルだけか。でも一番殺してはいけない人だったような気がするんだよね、トリエルが。お、電話だ。よう、聞こえてるかい？あんたに伝えときたいことがあって電話したんだ。あんたのおかげで雪だるまはすごく喜んでるぜ。あ、そっか、雪だるまのかけら結局使わずに持ってったんだ。それと他にも何か言うことあったかな。あんたが消えてからこの世界ではいろいろあった。アズゴアがいなくなったから代わりにアンダインが地底の世界のリーダーになった。アンダインはここに来る人間は殺すと決めた。集めてあった人間の魂は消えたから、バリアを壊す別の方法も研究してる。バリアが壊れたらアンダインは人間と戦争するつもりだ。アズゴアがやろうとしてたことと同じだけど、アンダインはアズゴアみたいに容量が悪くない。ロイヤルガードも増員した。地上に出たらアンダインはロイヤルガードを率いて真っ先に自分の手であんたを探し出して始末するってさ。オイラはどうしてたかって、遺跡のドアの前で何度もギャグを披露してみたけど、あのおばさん反応してくれないんだ。具合でも悪いのかな。兄ちゃん、誰と話してるの？別に、人間だよ。ああ、そっか。え、人間？俺様も話したい。いいよ、どうぞ。おい、聞け、アンダインがジョティになったぞ。ジョティって何？すごいだろう。しかも俺様を王室で一番重要な人にしてくれたんだ。王室で一番重要な人っていう役職だぞ。面白い役職だな。何をするのかって、アンダインが言うにはその辺に立って可愛く振る舞っていればいいらしい。これこそ俺様にふさわしい仕事。普段から無意識にやっていることだからな。ついに俺様は重要な人になったのだ。それもこれも全部貴様が散々ひどいことをやってくれたおかげ。ありがとう人間、また会いに来てね。あ、でもアンダインに見つかったら殺されちゃうね。だけどここに来れば俺様に会えるんだから、殺されたって来るべきだ、絶対だよ。じゃあまたに。つー、フラビー、ねえ、君は僕を倒したね。それで思ったんだけど、敵って本当に殺さないといけないのかな。僕にはもうなんだかよくわかんないや。一つお願いしてもいい？やってみせてよ。君の強さを証明してよ。もう一度ここまで来て、最初から一度も殺さずに。そしたら僕も王様を殺さない、ハッピーエンドが見られるかもね。どうなるかな、君の強さが証明されるか、君の苦しむ姿が見られるだけか。どっちにしろすごく興味があるな。はあ、ということでアンダーテイルクリアしました。パチ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 。ということでね、アンダーテイルはこの、 最後の、エンディングにもあったようにルートが2周目3周目みたいな感じでルートが分岐があるみたいなんですね。なのでまあ次が多分トリエルも殺さずに行くっていう、パターンっていうのが多分あるはずですよね。っていうのと、あともう一つちゃんと全然なんていうんですかね、詳しいことは見てないんですけど、めっちゃ殺していくルートっていうのもあるらしくて、ただそれは結構操作アクションがね戦闘が難しいらしいので、どうかなと思ってるんですが、ちょっとね、私は結構ある程度全部クリアしないという実況の中ではね、実況の中ではある程度全部クリアせずにやりたい人は残りのルートを見たい人は買ってくださいっていう結構スタンスでやってるんで、今回はこのルートで終わっておきたいと思ってます。
アナテール。ということで、長らく見ていただいた方ありがとうございました。ですね、まあ、アナテールから見てくださった方もいるし、もちろん、前のさよならを教えてから登録して見てくれてる人もいたと思うんですけども、ここまで最後まで見てくださってありがとうございました。私もなんかこう、あ、なんか名作って言われてる理由がなんかなんとなく結構分かったなというか、なんかいろんなことを考えさせられるようなね、あのゲームだったなっていうふうには思います。ということで、次作をね、また結構すぐ投稿するつもりというか、あの11月はね結構実況頑張ろうかなと思っているので、また次作見ていただけたらすごく嬉しいです。で、次も見ようかなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価等々していただけると大変嬉しく思います。ではここまで見ていただいた方ありがとうございました。また次作お会いしましょう。バイバーイ。